にちはのりたろうです。最近に限ったことではないんですが、よくあるご質問で、このコインは相場より少し高いと思いますがぼったくりじゃないでしょうか、というようなご質問がよくあります。一応その際には相場をお調べして、少しディーラーさんの利益を乗せてこのぐらいでしたらお買い得ですかね、というような お答えをしてますが、本当の答えは実にシンプルでして、結論から言いますと、良いコインが安く売ってるはずがないんですということになります。当たり前の話ですが、良いコインっていうのは持っていればすぐに値段がこう上がっていく、いわば金の卵を産む鳥みたいなものです。持っていればどんどんお金を生んでくるものである良いコインを、安く売るメリットっていうのは売る側にはまずありません。逆に相場より安く売っているコインっていうのが良いコインである可能性も、逆を言えば極めて低いということになります。私の経験上、コイン投資でうまくいってる人っていうのが、一つ共通点がありまして、それが良いコインだと確信したら少し高くても思い切って買うということになります。逆に失敗している人の特徴としては、良いコインだと分かっていても相場より少し高いからぼったくりだと言って買わない人です。そこで一歩踏み出せない人に大金が流れ込むというのはまずないかなと思います。うまくいっている人も相場を知らずにただ買っているわけじゃなく、売っている側の利益もそれぐらいだなと瞬時に計算して、それでもこれは将来的に利益を生むと見込んで買うわけです。ただし本当にぼったくりなこともあるので、相場を調べて手数料などを入れて、30%、40% ぐらい乗っている程度であれば、本当に良いコインであれば 1、2年ぐらいでペイできてしまいますので、そのぐらいであれば躊躇せずに買った方がいいと思います。ということで、あとは相場の調べ方が分かんないんだよという人向けに、ちょっと今日は相場の調べ方をお伝えしたいと思います。一番使える相場検索ツールは、やはり世界最大のオークションハウスであるヘリテージオークションのサイトだと思います。ヘリテージオークションのアプリがめちゃくちゃ使いやすいので、そちらを携帯電話にダウンロードしてください。サイトは英語なんですが、難しい単語はあまり出てこないので、慣れればそんなに問題ないかと思います。最初にログイン情報などを入れる必要がありますが、それは省略しまして、最初の設定ではコイン以外に漫画とかポケモンカードとか、ワインとか他のオークションが出てきてしまいますので、オールカテゴリーズと書いてあるところをクリックして、ここでは上から3番目にあるコイン US ワールド&エンシェントというところを選択します。すると次回からは余計なものが出てこない設定になります。次にカレントアイテムズというタブとファーストセールプライシスという2つのタブがありますので、相場を調べたい場合はファーストセールプライシスの方を選択します。そして検索のところに検索したいキーワードを入れます。例えば今回アテネのテトラドラクマの MS グレード以上を検索したいというのであれば、アッティカアテンツ MS という感じで入力して検索ボタンをクリックします。そうするとアテネのテトラドラクマの履歴がざーっと出てきますが、最初は結構ランダムに出てきますので、上のソートという部分を押してモーストリセントセールズというところを押します。すると最近の、最新のオークションのものから順にソートされます。なので例えば最近で MS5 分の5、5分の5で、状態の良いもので検索するとこんな感じで2024年の7月に3960ドルと書いてあります。こちらは注意しなくてはいけないのが、これをクリックして開くと書いてありますが、3960ドルの右にインクルーズ BP と書いてあります。なのでこちらは落札額のハンマープライスにバイヤーズプレミアムの 20% が載っているということになります。ただし落札した人というのは、例えば日本人であればこれにプラスで輸入消費税が 10% と、加えて送料と保険料、あとはカードとか銀行で決済するときに払う決済手数料が乗ってきます。その辺を加味すると、実際に手にするまでの金額はざっくり計算で3960ドルに 1.12 倍
したくらいの値段、まあ、つまり4435ドルということで、まあ、今の為替レートで計算すると153円ぐらいなので、1ドル153円の153をかけて67万8585円くらいが相場かなというか、まあ、取得価格、まあ、原価みたいなものになります。で、例えばディーラーさんであればこれをそのまま売ってもただのボランティアになってしまうので、オークションは特に夜中にやったりすることも多かったりしますから、まあ、その拘束時間の手数料なんかも入れると 10%、20% 乗せると、だいたい 20% 乗せて81万4千円ぐらいになりますという計算を瞬時にできるようになると、コイン投資で失敗しないようになりますので、まあ、欲しいコインの相場を見ているだけでも楽しいので、まあ、相場感を身につける上でも相場の検索、好きなコインの相場の検索というのをしてみるといいんですが、まあ、ここまで言ってなんですが、特にレアコインの場合は全然相場が出てこないということがよくあります。当然といえば当然なんですが、世界に10枚もないようなレアコインなどは同じグレードが1枚しかないという場合も多くて、その場合は一つ上のグレードなんかを見てみるとか、下のグレードを見るとか、それでも5年前の履歴しかがないというような場合もよくあります。その場合はもうある程度相場を見た上で、まあ、あとは勢いと予算次第になりますが、そういったレアコインは、まあ、そこで選ばないと次に出会えることはほぼないと言ってよいかと思いますので、予算と相談しつつ勢いで買うことをお勧めします。ただし、まあ、一つだけそこでコインを変えても失敗するパターンがありまして、その後保持できずにすぐ売ってしまうというパターンです。まあ、先ほども計算で示した通り、ハンマープライスというのは先ほどのテトラドラクマの MS5 分の5、5分の5を81万4000円で例えば買ったとしても、元々の調べた相場価格の 20% 引きなので3150ドルぐらいがハンマープライスということです。つまりそこで例えばオークションで売ってしまったような人は3150ドル ×153 円で50万3789円からさらに出品手数料とかを引いた額しか受け取れないわけですので、81万円で買ったものをすぐ売ると50万円になってしまうというわけです。ただしこのテトラドラクマのコインの5年前、2019年に相場でちょっと遡ってみると1920ドルとなっており、先ほどの3960ドルと比較してほぼ倍になっています。つまり5年持つとこのコインはだいたい倍ぐらいの価格で売れることになりますので、単純計算で5年後は160万円ぐらいで売れる可能性があるということになります。例えば委託販売などで 10% ぐらい手数料払ったとしても144万円手元に残るわけです。なので少なくとも5年以上保持することが最低条件ではないかと思います。ましてや2020年のパンデミックになった頃から日本も例外じゃなく世界はインフレの時代に突入しましたので、今後も物の値段っていうのは上がりやすいというか、お金の価値がどんどんなくなっていく時代になりましたので、今後の5年間っていうのは今までの5年間よりもコインの値上がりがしやすい時代になっております。そこで保持し続けた人は5年後素晴らしい景色が見れることになると思います。ということで最後まとめますと、コイン投資で成功するためにはこのコインは良いコインだと思ったら一度下調べした上で少し金額が乗っていてもその勢いで買うと、そしてそれを最低5年以上保持するということです。まあ、これは実にシンプルで簡単なようで実はかなり難しいんですが、コイン投資でうまくいっている人はほぼこの法則に当てはまっていると思いますので、コインが買えなくて躊躇している人は特に参考にしてみてください。まあ、このようなお話とか勉強がもっとしたいという方には12月1日からアンティークコインオーナーズクラブという会員制のクラブを始めましたので、ご興味のある方は概要欄をご覧ください。ということで今回のお話は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも応援してくださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。